皆さん、こんにちは。たぬきおやじのエクセル勉強会にようこそ。シリーズ、パワークエリー4エクセル、ベーシックでは、パワークエリーエディターの各コマンドについてご紹介しています。今回のコマンドは、列の名前の変更です。では、早速始めましょう。列の名前を変更する方法。 パワークエリー e エクセルでは列の名前を分かりやすく変更することでデータが何を表しているのかが明確になります。これによりデータセットの情報を整理し必要な情報を見つけやすくすることができます。それでは実際に列の名前を変更する3つの方法を順番にご紹介しましょう。1つ目の列の名前を変更する方法は 列ヘッダーをダブルクリックする方法です。変更したい列の列ヘッダーをダブルクリックすると、列の名前が編集状態になり、名前を変更することができます。この時、既存の列名全体が選択状態になるので、新しい名前を入力することで名前は上書きされます。入力前に、 既存の名前を削除する必要はありません。新しい名前を入力したら Enter キーを押して確定してください。二つ目の列の名前を変更する方法は、選択した列の、列ヘンダー部にマウスカーソルを合わせて、右クリックして表示される。コンテキストメニューの下の方にある、 名前の変更コマンドをクリックして、列の名前を編集状態にする方法です。紹介した後に何なんですが、ダブルクリックした方が早いですよね。三つ目の列の名前を変更する方法は、変換タブをクリックして表示されるリボンの、任意の列グループにある、 名前の変更コマンドをクリックして、名前を編集状態にする方法です。こちらもダブルクリックの方が早いですね。列名の重複を避ける。Power Query for Excel では、すべての列にわたってテーブルの列名がユニークである必要があります。つまり、 テーブル内にすでに存在する列名と同じ名前に列名を変更しようとすると列名の競合というメッセージが表示されてエラーが発生します。その場合は別の名前に列名を変更する必要があります。列名の明確化 PowerQuery for Excel で行われる多くの操作において同じ 列名の重複が生じる可能性があります。その場合、Power Query for Excel は、列名が重複するインスタンスすべてについて、リネームを行います。このリネームの方法としては、元の列名に区切り、文字、通常は、ドット、または、アンダースコアを加え、Power Query for Excel によって発見された、重複した列名の順序を示す数字を追加します。 列ヘンダーの昇格テキストファイルなどの非構造化データソースから新しいクエリを作成する場合、Power Query for Excel はファイルの内容を分析します。Power Query for Excel が最初の行の異なるパターンを識別した場合、データの最初の行をテーブルの列見出しに昇格させます。ただし、Power Query for Excel では100%の確率で パターンが正しく識別されるわけではありません。このチャプターでは、行から列ヘッダーを手動で昇格する方法についてご紹介します。この例では、列ヘッダーは5行目に含まれています。ヘッダーを昇格する前に、テーブルの最初の4行を削除する必要があります。ホームタブの 行の削減グループにある、行の削除をクリックして表示されるメニューの、上位の行の削除をクリックして、表示される上位の行の削除ダイアログの行数に、半角で4を入力して、OK ボタンをクリックします。すると、先頭4行が削除され、 今回ヘッダーとして利用したい行が1行目になりました。あとはホームタブの変換グループにある1行目をヘッダーとして使用をクリックすれば1行目をヘッダーに昇格することができます。1行目をヘッダーに昇格すると漏れなくデータ型の検出も実行され変更された型のステップが追加されます。 データ型が正しく設定されているか必ず確認してくださいね。コマンド操作時の列の名前コマンドには実行後の列の名前をダイアログから指定できるコマンドとダイアログからは指定できないコマンドが存在します。 ダイアログから列名を指定できる場合はいいのですが、ダイアログから列名を指定できない場合は、クエリが規定の列名を設定してしまいます。ここで列名を変更するために、先ほど紹介した方法で列名を変更すると、当然、列名の変更のステップが追加されます。でもちょっと待ってください。 数式バーには設定された列名が表示されているのです。そうなんです。ここでは列ヘンダーの列名を変更してステップを追加する必要はないんです。数式バーに表示されている列名を変更すればステップを追加せずに列名を変更できるんです。ぜひ数式バーで修正してくださいね。 見出しを一括指定。データの中には、見出しがないデータも存在します。ここでは、そんな見出しのないデータに、一括で見出しを指定する方法をご紹介しましょう。見出しのないデータに接続すると、このように、列の名前が、コラムと連番の組み合わせになることに注目します。そこで、データを取得するブックに、 表のようなコラムと連番の組み合わせの見出しと実際にデータの見出しに利用したいテキストを入力したテーブルを作りますそしてこのテーブルをデータソースにしてクエリを作りますクエリといってもテーブルを取得しただけのクエリですホームタブの閉じて読み込むの字の部分をクリックして表示されるメニューから閉じて 次に読み込むをクリックして、データのインポートダイアログの、接続の作成のみを選択して、OK ボタンをクリックします。新しいクエリが、接続専用クエリとして作成されました。見出しのないデータを取得するクエリを作成します。 画面は、Excel Book からの機能で、Excel シートにある見出しのないデータに接続したところです。CSV ファイル等でも、ここからの操作は基本同じです。クエリのオプション設定が、デフォルトの状態の場合、非構造化データを取得すると、適用したステップに、変更された方というステップが追加されます。しかし、今回の場合、ここで、 列の型を変更してしまうと、この後行うクエリの追加処理で、同名の列であっても列の型が違うために、追加できなくなってしまうので、今回は変更された型のステップの先頭にあるツをクリックして、ステップを必ず削除してください。このクエリも先ほどと同じ手順で、接続専用クエリとしてブックに保存してください。 先に作成したヘッダーのクエリを選択して、右クリックして表示されるメニューから、追加をクリックして、ヘッダークエリにデータクエリを追加する新しいクエリを作成します。追加ダイアログが表示されるので、2つ目のテーブルからデータを取得したクエリを選択して、OK ボタンをクリックします。パワークエリエディターが表示されるので、 ホームタブにある一行目をヘッダーとして使用をクリックします。これで全ての列の見出しを変更することができました。余談ですが、列の名前やクエリの名前、テーブルの名前などには、無用なトラブルを避けるために、半角英数字と記号はアンダーバーのみの利用をお勧めします。 いかがでしたかお役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、始めよう。